両親の目覚めは、イギリスの画家ウィリアム・ホルマン・ハントによる1853年の絵画である。ハントは、ラファエルゼン派の創設者の一人でもある。カンバスに、油彩で描かれた作品で、若い女性が、男性の膝から起き上がろうとして立ちすくんだまま、部屋の窓から見える、外の景色に釘付けになっている。この絵は、ロンドンにあるテイトブリテンのコレクションの一つである。 一見したところ、この絵は夫婦のちょっとしたい境を描いているようであるが、絵の台と画面に描かれているシンボルの貴族を考えていくと、これが丈夫とその愛人の絵だということは明らかである。重ねられた女性の手がこの絵の中心点であり、左手の置き方から結婚指輪だけをしていないことが強調されている。部屋中に点在する暗示的な品々からは、彼女が 囲われている立場であり、虚無的な人生を送っていることが伺われる。小鳥を持て遊んでいるテーブルの下の猫。ガラスに覆われた時計。ピアノに半端に掛けられたタペストリー。ほぐされず、床でもつれたままの糸。ピアノの後ろの壁に掛けられた、フランクストーンの、クロスパーパシス、行き違いの意、の複製が。テニスンの詩、涙よ空しき涙よを翻案したエドワードリアの楽譜。 ピアノの譜面台に置かれたトーマスムーは、静けき夜には、しばしばの楽譜。机に放り出された帽子と床に脱ぎ捨てられた手袋は、この合いきが慌ただしいものだったことを示唆している。この部屋は、ビクトリア朝時代の家庭にしては、あまりにも乱雑でけばけばしい。派手な色使い、足跡のついていないカーペット、傷一つなく磨き込まれた家具はこの上夫のために最近、 この部屋に備え付けられたことを物語っている。美術史家のエディザベス・プレトジョーンは、こうしたインテリアも現代では、ビクトリア朝的であるとされているが、それでも、成金的な下品さが滲み出ているため、現代の読者にとっては、こうした失礼が悪趣味と映るのではないかと、指摘している。この絵の額縁はさらに象徴的な道具立てで、飾られている。画像からは切り取られている。鈴。 マリーゴールド、若い女の頭の上の星。震源から、ソロモンの格言にも影響を与えた。イーブリング王のブライズヘッドサイには、主人公、チャールズ・ライダーとジュリアとの関係が解消されたことを、ほのめかすために、この絵が使われている。この絵は、フェアベアンの息子であるアーサー・ヘンダーソン・フェアベアンが、相続した。1946年1月に、 匿名の出品者によりクリスティーズのオークションにかけられ、翌1947年にコリン・アンダーソンが購入している。その後の1976年にアンダーソン夫妻からデートギャラリーに寄贈された。ありがとうございます。